キララファンタジアへようこそ。クレアです。よろしくお願いします。張り切っちゃうんだからお姉ちゃんに任せなさいなんてね。すごかったです。次回も頑張ります。素敵な出会いがありましたね。またお待ちしています。
早く召喚師を見つけないと。本当にこんなところにいるのかな。そんなこと言わないでよ。今はこれしか方法がないんだから。方法ね。本当に存在するかもわからない召喚師を探すことが。マッチだって神殿を出るときには賛成してくれたじゃない。僕だって今の神殿のやり方は間違っていると思うけど、まさかあやふやな言い伝えだけを頼りにしているとは思わなかったよ。それでも今何かをできるのは私たちだけだから。それはそうかもしれないけどさ、とりあえず今は休もう。もうふらついてるじゃないか。そんな時間はないよ。急がないと。急いで召喚師を見つけないと。ヘグ、ランプ。ああ、だから言ったのに、誰か助けを。って、こんなところにいるわけないか。あれ、マッチ、今何かした？いや、今のは僕が立てた音じゃなくて。え、ランプでもないの？音が大きくなってる。一体何が。まさか魔物か。大丈夫ですか。人。え、うん、人だけど。助かった。手を貸してくれないか。連れが倒れてしまって困ってたんだ。もちろん。大丈夫？お水でも飲む？ご飯も必要そうだね。あ、ごめんなさい。あなたは？私はキララ。食べ物は簡単なものしか持ってないんだけど、よかったら食べて。ランプです。よろしいんですか？これってキララさんのじゃ。ううん、そんなの気にしないで。はい、どうぞ。ありがとうございます。はお。しかし、よくこんなところにいた僕たちに気づいてくれたもんだ。結構道からは外れているよね。誰かいるような気がしたから。この辺りは慣れていない人だと迷い込んじゃうことがあるの。なるほどね。ありがとう、助かったよ。と、失礼。僕はマッチ。よろしくね、キララ。こちらこそ。マッチもランプも二人ともよろしくね。ところで、
ランプたちはどうしてこんなところへ来たの？住んでる私が言うのもなんだけど、何もないところだよ。私たちは召喚師を探しに来たんです。召喚師って、もしかしてあの言い伝えの？え、キララさん、聞いたことがあるんですか？知ってるのかい？言い伝えだと、この辺りが召喚師の住んでいた村らしいんだよね。つまり、召喚師はいるってことですね。やっぱり、ここで会ってたんだよ、マッチ。落ち着きなよ、ランプ。まだいると決まったわけじゃないだろう。私も見たことはないかな。やっぱり、言い伝えは単なるおとぎ話に過ぎないってことだ。ごめんね。けど、どうして二人は召喚師を探しているの？呼び出してほしい方々がいるんです。方々って？クリエメイトです。彼女たちをこの世界に招く魔法コールを召喚師は使うことができるんです。クリエメイトって、あの聖典の？よくご存知で。はい、その通りです。好きですか？好きですよね。大好きです。あんまり内容は覚えてないんだけど、マッチ、これは？気にしなくていいよ。ランプは晴天のことになると止まらなくなっちゃう病気なんだ。病気じゃない、大好きなだけ。ごほん、続けます。コールはクリエメイトにお願いをして力を貸してもらえる夢のような魔法なんです。じゃあもしかして召喚師を探しているのはクリエメイトが好きだから？違います。もちろんお話ししてみたいなとは思いますけど、召喚師を見つけることができなければこの世界は大変なことになってしまうんです。だから僕たちは神殿を離れここまで来たんだ。どういうこと？今のって、キララさん、どうかしましたか？いや、なんでもないよ。ちょっと変な感じがして。その、大変なことが起こるかもしれないんだって言ってたよね。それは、今すぐにでも、今この時でも起こるかもしれないの？何か気づいたんですか？気づいた？感じたの。その、先に謝らせてもらうね。ごめん。私がランプたちに気づいたのは偶然じゃないの。昔からぼんやりと、なんて言えばいいのかな。人と人のつながりを感じられるんだ。さっきは二人のことがなんとなく感じられて、それで様子を見に来たの。ありえないって言いたいところだけど、実際に助けてもらってるからな。マッチ、もしかしてキララさんってパスを感じられるんじゃ？パスを？それこそありえないけど、否定はできないか。パス？人と人との間にあるつながりをそう呼ぶんだ。まさか召喚師を探しに来たらパスを感じられる人に出会うなんてな。でも人と人のつながりを感じられるなんて素敵な力だと思います。それでさっきは何を感じたんですか？とても強く、その多分パスを感じたの。これまでこの世界になかったようなもの。この世界にないものだって？始まってしまったのかもしれないね。マッチ、それってもしかして？キララ、もっと詳しく教えてもらっていい？例えば、どう感じているのか。まあ、
あっちの方が感じかな。あっちって方向までわかるのか。キララさん、案内をお願いします。理由は後で説明しますから。わかった、こっちだよ。この方向ってこっちだと何かまずいことでもあるのかい。この先には私の村があるの。あ、急ぎましょう。何この黒いの。あれはクロモンですけど、どうしてこんなところに。クロモン？クリエに対する反応が強い魔物なんだけど、あんなにたくさん何をするつもりなんだ。あの先ってキララさんの住んでる村があるんですよね。様子もおかしい。もしかしたらその村を襲うつもりかもしれないな。だとしたら村の皆さんが危ないです。ここで止めないと。でもどうやって。それはわかりません。けど見過ごすわけにはいきません。私たちの目的は女神様を、この世界を守ることです。キララさんが住んでいる村も私たちの守りたい場所の一つです。だから止めてきます。キララさん、ここまで連れてきてくださって本当にありがとうございました。行くよ、マッチ。あ、私も何か。策はどうせランプのことだ。本当にないんだろうね。だからって放っておけるわけないじゃない。クロモンたち、止まってくれるかな。止められると信じて動くしかないか。けどどうするつもり。クロモンたち、止まりなさい。だからっていきなり飛び出すやつがあるか。止まってくれた。いや、こっちを見てるだけだ。なんだか嫌な予感しかしないけどね。案の定だ、突っ込んでくるよ。早く避けないと。ってランプ？ここをどくわけにはいきませんから。あ、ランプ？ランプ、早く起きろ。今度は弾き飛ばされるだけじゃ済まないぞ。キララ、君は来ちゃダメだ。ああ、もう本当にランプはバカなんだから。でも、おい、クロモンたち、こっちだ。キララは今のうちに逃げるんだ。まったく、こんなことをしてたらランプのことをバカだなんて言えないよ。どうすればいいの。このままじゃランプもマッチもダメ。お願い、止まって。キララ、クロモンから手を離すんだ。そのままだとキララまで巻き込まれるぞ。けど、そしたら二人が。キャー！お願いだから止まって。お願いだから、誰か力を貸して、一緒にクロモンを止めて。どきも頑張るぞい。
んでもお見通しなので。つまらぬものを切ってしまったぜよ。消えていく。揺さぶったらキララも何も答えられないよ。ごめんなさい、キララさん。まさか本当に召喚師を見つけられるなんてな。召喚師、私が？そうですよ。だって今私はクリエメイトに助けてもらったんですから。キララがパスを感じられることも何か関係があるのかな。いや、けど、召喚師、いえ、キララさん、私たちと一緒に世界を救ってくれませんか。私が世界を？はい、その無理なお願いなのは分かっています。それでもお願いしたいんです。でもそんないきなり。普通クロモンはあんな風に誰かを傷つけるような真似はしないんだ。何か異変が生じたのか、操られたりしているのか、なぜかは全く分からないね。ただもしもクロモンが操られているとすれば、かなり高度な魔法が必要になる。だとしても近所に比べれば簡単だ。アルシーブなら間違いなくできるだろうね。マッチ、もしかして他の村や町も今みたいに襲われちゃうのかな。その可能性は否定できないね。僕たちにはクロモンを止める手立てがない。けどキララ、君なら止められるんだ、今みたいにね。私なら。キララ、いきなり世界を救ってくれと言われて戸惑うのは当然だと思う。けどこの世界を救うには、僕たちには君の力が必要なんだ。マッチ、違うよ。力だけじゃないの。私、キララさんと一緒なら頑張れるって思うんです。もう一度お願いします。私たちと一緒に世界を救ってくれませんか。一緒に、一緒ならか、そのランプは私のこと変な子って思わなかったの。変な子ですか。昔からパスは感じられていたの。そのことで困ったこともあったから。けどそれもクールの力に関係しているのかもしれないんだよね。僕はそう考えてるよ。まだはっきりとは言えないけど。ならきっとパスを感じられることには何か意味があると思うの。
それとランプたちと出会えたことにも素敵な力だって言ってもらえて嬉しかった。それに一緒なら頑張れるって私もそうなの。じゃあ一緒に行こう。私の仕事に妥協の二文字だな。施設だな。待ってろ、立てて。施設だな。私の仕事に妥協の二文字だな。立てたいのか。私の仕事に妥協の二文字だ。
は姉、ね、ムカです。今度すみません、お願いしたら、とても優しい、私嬉しい、ね、みんなハッピー。僕は姉、ね、ムカです。今度もちもちのパンをごちそうするね。
みんなのためにあの戦った。よろしくね。ファンシーで素敵な子。天使になった今の4個だ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。
気あやめだ。村上信。私の仕事に座長の二文字がない。立てたいのか。私の仕事に座長の二文字施設。私の仕事に座施設。待ってろ、立ってくれ。
しにお姉ちゃんがご飯をしてあげる。帰るの。お返しにお姉ちゃんがご飯をしてあげるわ。ありがとうございます。帰るの。お返しにお姉ちゃん。わーい。ありがとう。助かった。ありがとうございます。すっごく高いなさ。とっても優しい。優しい、嬉しい。みんな半分。仕上げが肝心だからな。ほらだよ。またな。頑張れ。あのね、実は。ありがとうございます。さすがですね。Thank you.
Thank you.
が立派になって嬉しいような寂しいような。
少年漫画家の戦士の勝木翼だ。マント、眼帯、コスチュームバッチリだな。要するに熱い漫画を描けばいいんだろ。私に任せろ。主人公になりきって戦うぞ。